あ本日も始まります、ローカルサステナブルムーブメント、略して LSM、 パーソナリティの NC 比嘉と大きな悪村村長のネッタちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。番組へのメッセージは FM ヤンバルホームページよりお送りください。この放送は収録となってますので、すぐにメッセージの対応できませんのでご了承ください。はい、そしてこの番組は NC 比嘉さんが質問をお送りしてですね、返信していただいた方のみ出演できるラジオでございます。質問の内容は人生の理念、活動、失敗談、ターニングポイント、現在の活動、見据える未来、フェイバリットワードとなっております。3日目の今日は、現在の活動ですね。はい、はい、それではナイスチャレンジ、比嘉さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。レディーズの皆さん、24時間お待たせしましたイケメン代表の中本さん、いや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 、今日もお越しくださってますありがとうございますありがとうございます。できればボーイズの皆さんにも聞いてほしいですよね、はい、ちょっとね、ちょっとね、まあ2日超えてちょっとずつ崩していきたいですね、はい、まあですね、この 1日目、まあ、理念を終えて、まあ、昨日のですね、この失敗談と、まあ、学びとかターニングポイントですね、いろいろ聞かせていただきました。その中でやっぱりこの、まあ、会社で手がけてた大きなプロジェクト、まあ、そこでの大きな失敗というところから、はい、まあ、おじい様の、まあ、帝王学というかですね、そこの教え、そこを基盤に、はい、またさらに立ち上がってですね、今に至っているというところで、まあ、すごい人間味が出てて昭和っぽい男、いわゆる昭和なんていうんですかね、あのヒゲダンイズムじゃなくて昭和ダンイズムみたいな、わかんないですけど、まあ、本当にいい意味ではいはいはい、なんかリーダー像っていうのが ね、あの当てはまるなっていう。もう僕惚れちゃってます3日目って今日も夜抱かれてくださ いやいやいや何言ってるんですかまあそんなこんなですね、これ2日終えてどんな感じですか。まあそうですね、はい、まだなんて言うんでしょう、異空間にいるというかはい、ちょっとふわふわしてる状況ですありがとうございます、はい、まあ、そんなですね、中本さんが、まあ、この授業されているですね、まあ、南西食品株式会社さん、まあ、そこの今日はちょっと紐解いていけたらなというふうに思います、はい、で、この現在、この南西食品株式会社さんの、まあ、代表取締役社長で、あられますこの中本さんですね、まあ、会社自体は創業62周年目を迎える名護の誇る、まあ、老舗です、いわゆる老舗ですね、はい、なのにスタートアップっぽいっていう、そうですね、この推進力ですね。で、経営理念があります、はい、食と居住を通して地域社会に貢献し共に成長する企業、うん、なので共に地域と共にっていうところですね、そこが大きいと。で、社税のところで自頭名、これですね、自頭名と言われるとこれ自分も調べないと分からなかったんですが、いわゆる前後です、仏教用語です、これは。はいはい、さ、昨日のですね、おじい様がですね、はい、これをこの言葉を掲げられてるんだ、はい、だそうですが、はいはい、いわゆる釈迦の言葉になりまして、他者に頼らず自己を拠り所にすると、とにかく自己を磨きなさいというところで、もう一つが、まあ、創造というところがありまして、いわゆるクリエイティブ、はい、そういったところが、まあ、会社の、まあ、社是として掲げているところですね。で、事業内容としてはですね、まあ、飲料水とかですね、はい、あとは食品、製造販売とか仕入れ、輸入、不動産事業とか、まあ、そういったところで多角的に、されているような形です。すごい。その中でですね、皆さん、なんと外食産業もされているということで、はい、まあ、多分ご存知の方も多いと思うんですが、はいはいはい、イタリアンレストランフランチェスカさん、おそこも実は南西食品さんの、まあ、事業部の一環なんですね。で、コンセプトがですね、はい、白ホワイトですね、はいはいはい、それを基調とした明るい店内、お子様連れのファミリーで楽しめる気軽に、気軽なイタリアンな空間、ここにしかない魅惑のイタリアンな空間と料理で美味しく楽しくな幸せな時間を過ごせるフランチェスカという、それがコンセプトだそうです。こだわり、これビビりますよ皆さん、いいですか、イタリアに行かないでいいです名護に来てください。イタリア直送の粉で一から生地を練り上げ、ご注文が入り次第ピッツァ生地を伸ばし焼き上げていると。で、これ嬉しいんですが、トッピングもたくさんあるそうです、はい、なので好きなオリジナルのピザを作れるということで、で、あとパスタもですね、いろいろ用意されているということでですね、いろんな楽しみ方ができますよということでした。
まだまだあります。まだあるんですね。はい、このスイートフーズ株式会社さんというところもされてまして、はいはいはい、昨日もともとは伊是名にルーツがあるということ で、ね、うん、実は久米島のですね、はい、会社も一事業としてされている。久米島まである。そうなんです。沖縄県内全体の 50% の最大の収穫量を誇る久米島の紅芋、それを使いながらですね、この紅芋だけを使って紅芋パウダーとかペースト、それをですね、この契約農家さんとかですね、あと自社農場で育てた紅芋だけを使ってですね、もう徹底した安全管理のもと、あとそういった製品をですね使っていると。それに伴って地域経済の活性化、雇用の確保と、まさに地域密着っていうところですね。そういったことをされているそうです。でですね、この中でやはり、一番中心になってくるのが、南西食品さん自体だと思うんですが、実際活動の中で、今年の振り返りじゃないですが、どんな感じなんですか今。そうですね、今年の振り返りっていう点では本当に2020年、年始にその世界中で猛威を振るっているコロナっていうところで言うと、我々以外でもその沖縄県内サービス業を中心とした観光業っていうのは大きな影響を受けていると思うんですよね。でその中で我々もその、一昨年から2年前から、経営させていただいているそのイタリアンレストランフランチェスカ、こちらもやっぱ今年はその緊急事態宣言が発令されてからは非常に厳しい状況でありました。ですがこういった中でもその従業員一人一人がいろいろなそのアイデアを出して、例えばテイクアウトを始めたりとか、名護市内 その要所要所に、お弁当を出店したりとかですね、そういった現場主導での新しい取り組みもやっていただいたおかげで、なんとか事業自体は、本当に大きな損失はなく運営できているので、そこら辺は従業員に非常に感謝しております。そんなこのフランチェスカさんですね、実はまたここも朗報です皆さん、10月29日今年のですね、メニューリニューアルです。おめでとうございます。いやぜひ皆さんこの空間とですね、食事、全てをですね一緒に楽しんでいただけたらなと思います。本当に自分何度か、この、利用させていただいてるんですが、ものすごくですね味はもう元よりですね、空間も一緒に楽しめるような、それでおしゃれな感じなので、先ほど言いましたが、お子さん連れでもファミリーでも楽しめますので、ぜひぜひ足をお運びください。でその中でですね、これは会社事業なんですが、実は、昨日ですね、ちょっとちらっと、お話しした部分で青年会議所のところでも、実は中本さん活動されていて、これはですね日本青年会議所というところに属している団体なんですが、その中で、名護青年会議所というところに、中本さん属されています。その中でですね、今年ですね、もう年明けてるので去年、第46回名護滝川市の児童交換会ですね。そうです、姉妹都市で、毎年児童ですね、5、6年生ですかね。そうですね、5、6年生を、お互い名護市と滝川市で交換して、そういった交流、交流だけではなく、その子どもたちの育成ですね、そういったところで、お互いに寄与しているというところもやっていたりですね、あとは桜祭り、去年のですねクラファンやりながら、とにかく盛り上げようというところで、いろいろされていたところで、でですね、メインは来年の7月です。なんと日本青年会議所の横浜ですね、サマーカンファレンスっていうのが行われるんですが、そこの、もう一緒に、なんていうんですかね、この政策に携わっています。名護からですよ。名護から、どうですか、大変だと思うんですかね、仕事しながら。そうですね、やっぱり遠方にこう出向くっていうのの部分では大変なところはあるんですけども、今年そのコロナになっていろいろズームとかですね、そういった部分で、横の移動っていうのはだいぶ緩和されるんですが、ただやっぱりその事業自体の規模も非常に大きくて、この全体の総予算も1億近い、費用をかけてやるもんですから、そういった部分ではスケールの大きい事業ができるっていうことと、あとはその全国からこう集まった人間といろんな県県ガクガクしながら事業の内容を詰めていきますので、そういった部分ではその同じ30代の人間の考え方とか、今までの経験見知とか、そういった部分でいろんな学びがかなり、深められるのかなという期待も込めて、
行ってまいります。すごい沖縄代表。はい、いい自分もですね、行こうと思ってるので、はい、応援ですね、本当に。はい、じゃあラジオで中継やりたいです、ね、遊びに来ていただければ。はい、で、まあ、まあ、今日のですね、まあ、まとめとしてはですね、はい、このもう南西食品株式会社さんところの、まあ、経営理念が、まあ、本当に全ての事業に落とされてるのかなと、はい、食と居住を通して地域社会に貢献して共に成長するという、はい、これいいですか、最初に地域社会を持ってきてるところ、自分ミソだと思うんですね。我々企業がではなくて、はい、地域社会がというところ、まあ、それが全てにおいて、その会社の理念としては大きいのかなと。でその中で、まあ、会社だけじゃなくてですね、はい、この地域の団体青年会議所というところでさらに、自分の力をですね存分に、活動に生かしているというところの、まあ、お話でしたね。はい、ということでまだまだ聞きたいんですけども、はい、次回最終日となります。はいはい、それではこの南西食品さんへの、連絡先ですね、南西食品で検索をお願いいたします。ホームページ、ございますので、そちらから連絡お願いいたします。そして我々へのメッセージはですね、ナイスチャレンジ比嘉さんがインスタやっております、かつやドットヒガ1980でございます。あとノートブログをやっております、 KATSU カツで検索お願いしてます。そして村長ネッタちゃん、ホームページあります、大きなわ村で検索お願いいたします。インスタ、NOWGYO ナウ行で検索お願いいたします。ということで以上でございます。はい、ありがとうございました。